皆さんこんにちは。今日は週末の日曜日なんですけど、週末になるとかなり湘南の鵠沼海岸は激混みで、もうなかなか乗るのも波を探すのも厳しそうなんで、今日はまた堤防の横セッションをやっていこうかなと思います。で、普段上げている堤防の横はスケパー寄りの堤防横でやってるんですけど、今回は河口の川の中の方の堤防横でやっていこうかなと思います。で、また同じ堤防の横なんですけど、波の質だったりとか割れる位置だったり乗れる距離が全然変わってきていて、まあ今回は多分こっちの堤防横は今までに多分動画で上げたことないんですけど、まあ今日はここでやっていこうかなと思います。で、まあやっぱりその一般の人たちにはなかなか難しい場所なんで、あまりおすすめはしないんですけど、まあこういった動画でね、楽しんでもらえたらいいかなと思います。で、今回使用するボードなんですけど、まあ最近ずっと動画に上げていた PU のこの CHP のブラックのボードと、久しぶりに EPS のこの CHP のボード2本持ってきて、まあ両方できたら乗り比べしてやっていこうかなと思います。早速行ってみたいと思います。One day in, one day out, on top, then you're down. The highs and the lows keep swirling. Walk these streets like you're beat, then rise up to meet the break that you need. It's coming. Just hold on. Hold on, yeah. Lift your eyes off the ground, you only begun. Rising up through the clouds, no, never give up. Climb on, climb. New York back to LA. It's so hard to stay and rest in one place.Yeah, but I see what you don't, will where you won't, so don't dare let go. Just hold on, hold on, yeah. Lift your eyes off the ground, you only begun. Rising up through the clouds, no.It's like a kiss of death. Instead of doing what you're doing, you get caught up in your head. Feet on the road with your eyes on the prize. Inch by inch, one step at a time. You're losing hope when you can't find a way to speed up the timeline. But one day, though it might be a while, it's gonna be worth every mile if you just hold on.お疲れ様です。
今セッション終了しました。で今回のそのボードを2本試したんですけど、まず最初に EPS の方を乗って、 EPS はどっちかというと本当動きがすごい敏感で、まあ技数を入れるならすごい EPS かなっていうのを思って、で PU に関しては結構この堤防横っていうのはワンピークで結構波の押しが強いんで、 PU でも全然ターンも入るし、なんか一発のリップのアクションの大きさとかターンのまあこうレール入ってる感じだったりとかは PU の方がまあやってて、まあスプレーも出るしレールも入りやすかったですね。普通の場所で入るんだったら今日とかのサイズだと EPS とかの方がまあ中級者上級者の人たちは技ができていいとは思うんですけど、まあ初級者の人とかまあ中級者手前ぐらいの人とかはあんまり変に EPS 乗りすぎてもこう重さがやっぱりないんで、こう乗っててもやっぱりこうスピードが出ないとかなかなか走っていかないっていうのはある程度のやっぱり走らせる技術とかがないと EPS はまあ走ったりアクションは難しいかなっていうのは思いますね。まあそういう点 PU はまあコナミですごい技をするっていうのは難しいんですけど、まあ普通のサイズある波だったりとかまあ腹胸ぐらいのサイズだったら PU がすごいおすすめなんですけど、でもこの PU に関しては CHP のまあ中村大輔さんシェイプのボードで、このまあ両方とも同じモデルなんですけど、まあ PU と EPS でまあ両方ともすごい小波が乗れるっていうのが特徴的で、このモデルが DNA The One っていうんですけど、まあ PU モデル EPS モデル両方とも小波が全然乗れるんで、まあすごいボードに困ってる人とか EPS PU まあどっちにしようかなって悩んでる人とかは、自分はこのモデルがすごい、まあ、湘南もそうなんですけど、まあ、日本のコナミにはすごいぴったりのボードだと思ってるんで、ぜひこのボードをね気になる方は見てもらったり、試乗ボードも多分あったりすると思うんで CHP とかにちょっと立ち寄ってみてね、見てもらえたらいいかなと思います。で今回はまあサップでも登場してくれるカイト君にまあ今日は手伝ってもらいました。お疲れ様です。お疲れ様です。カイトもまあバックサイドだったけどどうだった、ここの堤防横は。でもなんかサイズがいつもよりあったから乗りやすかった、うん、そうだね。なんか今日さいつもと違ってなんかうねりの向きがさまあしっかり堤防に沿ってさ割れてたからさ、テイクオフとか結構簡単だったよね。そうでもキワキワに行かなきゃいけないから、うん、大きいと逆に怖いっていうのもあるけど。確かにね、なんか最初のテイクオフのセクション結構グワーってくるからさ結構なんかああいう掘れたセクションでテイクオフが苦手な人はやめた方がいいかもしれない。そうだね、だからあんまりねここはおすすめ本当一般の人にはしないし、もうボード壊れるケースの方がね大きいからね、ここはまあ見て楽しんでもらうのがね一番いいっすね。絶対カイトもねまあ多分ライディング映像をこの後に軽く流しとくんで、ありがとうございます。あのインスタグラムやってるんでぜひ皆さんフォローしてあげてください。はい、お願いします。もう一発いける。さあ横にはイエーイ。で今回の動画を終わりにしたいと思います。ぜひねあのチャンネル登録と、まあ、周りにサーフィンだったりとかマリンスポーツを楽しんでる人たちがいたらこのチャンネルを宣伝してもらえたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。